金銀木は、スイカズラカスイカズラ族の落葉低木。別名、氷炭木。落葉紅葉樹の低木。樹高は1から2メートルになり、細かくよく分子する。樹皮は淡い菓子色で、成木は縦筋があり、老木になるとささくれるように縦に薄く剥がれる。若い枝には丹卵毛が密生し、髄は中空である。葉は、長さ2から5ミリメートルの傭兵を持って耐性する。 洋芯は高大円型から強大円形、時に円形で長さ1.5から5センチメートルセンチメートル、幅0.8から3センチメートル、葉の先端は二分頭から円筒で突端になる。葉の表面にはシワがあり、裏面には立南毛が密生する。葉円は全円。下期は4から6月。葉液から長さ5から15ミリメートルになる花柄を出して、 長さ3から5ミリメートルのトをつけ、2つの花をつける。果敢はほぼ放射奏状で、ややに唇状の5列片に分かれ、列片の長さは7から12ミリメートルになる。湯水は5本ある。果実は、計6から8ミリメートルの球状の液化で7から9月に赤熟する。果実は有毒とされる。花は、はじめ白いが後に黄色くなり。 一つの枝に白い花と黄色い花が入り混じることから、金銀木という。また、果実が二角くっつき氷炭の果実に似ることから、氷炭木とも呼ばれる。桃芽は耐性し、卵形や塩水型で毛が密生しており、傭兵の基部や果女の柄が桃芽と共に残っていることがある。枝先の蝶芽は、調整側芽を伴う。ガリンは、半円形や三角形で、いかタバコンは三個ある。 日本では北海道西南部、本州の東北地方及び日本海側に分布し、山地や海岸に生育する。植栽されている場合もある。東アジアでは朝鮮の鬱領島に分布する。果実が黄色に熟す。ありがとうございます。